日本愛知県岡崎市木平町木平町は愛知県岡崎市太平地区の町名。定番を持たない単独町名であり34の小技が設置されている。岡崎市の地理的中央部に位置する。町内には男川が流れている。住宅地、水田が河川沿岸に形成されている。その他は基本的に森林である。町域内に 小技が配されているが定番は振られていない。二千十九年五月一日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。千八百八十九年十月一日に新設合併で、茅原、沢村、岩戸村、小部村、埼玉村、旗,村,旗村、主府地村、日比平村、 切れこ村、よもぎう村で合併し、河合村となった。そして1955年2月1日に、岩津町、福岡町、元宿村、山中村、富士川村、龍谷村、河合村、常磐村の残部が、岡崎市に編入された。1961年3月9日、この日は数日来の好天のため、異常乾燥注意報が出されていた。 午後1時40分ごろ、木平町の一角から火の手が上がり、風に煽られて次々と草屋根の家に燃え移った。消防車50台が駆けつけたが、手の施しようがなく、被災世帯37棟、被災者51名、死者1名、負傷者7名を数え、近郊農村地帯の火災では空前の大火となった。現在でもこの教訓は生かされ、 キビラ小学校では、キビラふるさとカルタを読み上げることで火災の恐ろしさを語り継いでいる。キビラ学区子供の家。ありがとうございます。